らキャンマイスのご紹介をします。今日のアイスはこちら、じゃん、アイスまんじゅうやめ抹茶もち入りです。はい、こちらはですね、丸永製菓さんのアイスまんじゅうなんですけれども、もち入りです。これもち大好きで、やめ抹茶っていうのかな、これで包まれています。ファミリーマート限定の商品です。はい、大好きなお餅が入っているということで、濃厚小豆とろけるお餅の和菓子アイスだそうです。もうね、アイスまんじゅう昔からすごい食べててめっちゃ好きなんです。これ周りのアイスがすごい好きでした。こういう餅が入ってはもう最高。食べてみようと思います。ちっちゃい、すごいちっちゃい、もう袋の半分ぐらいしかないです。こんな、いただきます。抹茶の匂いがね、ほんのりします。あんこができました。すごい量。もうね、このあんこすらもちもちだから、なんかどこに餅がいるのって感じね。まだ出てきません。餅らしきものに歯が当たりました。餅がこのぐらいのあんこの下に層になって入ってます。抹茶餅、本当に抹茶あんこ餅って感じ。アイスまんじゅう、うまい。夕日っぽい感じのお餅なんですけど、でも伸びます。ちゃんとお腹にたっぷり入ってます。ごちそうさまでした。もち入りアイスまんじゅうやめ抹茶をご紹介しました。はい、ファミリーマート限定です。ぜひ見つけたら食べてみてください。はい、それでは。